おっす、じゃあハローニャンパス、じゃあやっていくよ。今度はかきくこの企業の方からです。ね、まだあー行とかかの方の動画を見てない方はぜひそちらも見ていってください。では行きたいと思います。今度はね、きだね。きは38作品、過去1多いね。企業が、まあ、ちょっとね、ガンダム、機動戦士ガンダムっていうところでちょっとすごい多くなっている要因だと思います。で、はい、まず一発目は寄宿学校のジュリエットですね。まあこれはね、まあ、正直ぶっちゃけ言うと、まあヒロインが一人勝ち、もうルート決まってんじゃんっていうので、まあちょっとあんまり好きじゃないけど、まあ作画とかオープニングとかもね、声優さんとかも好きだったんでちょっと 見ましたね。最後までちゃんと見ましたし、漫画もね、最近完結したよね。続きましてが絆イーバーですね。まあトリガーさんの作品もほとんど見てるんで、まあ絆イーバーも好きな作品ですね。続きましてが寄生獣聖の確率ですね。はい、寄生獣右。続きましてが帰宅部活動記録ですね。なんだ、マスコットキャラのあのゴマちゃんみたいなのが、ね、めちゃくちゃ可愛いです。続きましてがキテレツ大百科ですね。もうね、アニマックス契約してる人だったらもう嫌でも見始めますよ。これはすごく面白いしね。ただね、ドラえもんとなんかすごい似てるから、あれってなんか最初見た時、あれ何これ、ドラえもんの偽物みたいな感じだったんで、確かなんだろう、作者が一緒、藤子不二雄さん、まあ藤子不二雄って2人だからさ、どっちなんだろうみたいなね、すごい似てるんでね。続きましてが、機動戦士ガンダムですね。もう機動戦士、まあガンダムこう、ね、一括りにできませんからね、それぞれ個別にシリーズがあるんで、まあちょっとね、言っていきたいと思います。まあ機動戦士ガンダム、ゼータガンダム、ダブルゼータガンダム、 G ガンダム、ガンダムシード、デスティニー、あ、まあ、デスティニーは続きか、 WO、ガンダムビルドファイターズ、ファイターズトライ、ガンダム3、機動戦士ガンダム、鉄血のオルフェンズ、ガンダムユニコーン、ガンダムビルドダイバーズと、今やってるあのダイバーズの、まあ、続きだよね。こちらを、まあ一括りにはちょっとできないんで、ちょっと個別に、ね、まあ、知ってるってことなんですけど、でもね、ぶっちゃけ言うと、まあね、すごい語れるかってね、言われそうだけど、まあガンダムはね、正直で、ちゃんとね、最初から最後まで見たやつで言えば、 G ガンダム、ガンダムシード、デスティニー、ファイターズ、トライ、ガンダム3、オルフェンズ、まあユニコーンのその、まあ、テレビアニメバージョンとかの方だね、あと今やってるやつとかね、その他はまあある程度流れは知ってるって感じですね。うん、初期のガンダムとかもなんか途中の戦いとかは正直わかんないですけど、そのアーバー枠とか最初ら辺のやつとかもわかりますし、その流れ的なのはわかりますね。あのゼータとかダブルゼータとかね。ダブル O はね、ちゃんとね、その見たいんですよ。ただね、ちょっとね、時間がなくて、バリバリね、平成のガンダムですから、はい。続きましてが君に届けでございます。これもね、まあちゃんとね、最初から最後までは見てないんですけど、めちゃめちゃね、途中途中見てたんですけども、めちゃめちゃ面白いね、恋愛漫画ですよね。まあ本当にもう実写化もしてね、あの面白さも抜群にありますから。続きましてが、まあ、鬼滅の刃ですね。もう今が旬の鬼滅の刃、大好きです。続きましてはギャグ漫画日和。もうね、ギャグをやらせたら天下一品ですよ、このね作品は。ね、面白いよね、あの短さに面白さがもうギュッとね、凝縮してます。続きましてがカイジですね。カイジもね、最初ら辺のは見てないんだけど、パチンコの辺のやつは全部見たって感じだね。まあ有名だからね。続きましてが、キャプテンですね。もうね、キャプテンはこれもね、アニマックスを契約してればわかるんですけど、もうめちゃめちゃもう名作ですよ、これ本当に。もうザ昭和なんだけど、もうなんだろう、すごい野球アニメなんですけど、めちゃめちゃね、名作です。続きましてがキャプテン翼ですね。まあキャプテンつながりで、まあ、キャプテン翼も、まあ、大好きですね。続きましてがキューティクル探偵稲葉ですね。これも懐かしいな、ドーン、ね、これもね2期待ってるんですけどね、まあ、原作どうなんだろう、もう終わっちゃったのかな。続きましてが、境界線上のホライゾン3期やれ、早く頼む、サンライズさん3期やってくれ。続きましてが、境界の彼方ですね。レムちゃん、このメガネかけてくれないか、はい。続きましてが、虚構推理ですね。前期のアニメですね、
続きましてがキョロちゃんですね。キョロちゃん、キョロちゃん、キョロ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 ちゃんですね。キッズステーションでやってたキョロちゃんでございます。続きましてがキラリンレボリューションですね。キラリンレボリューションです。まあこれは確か朝の方やってたかな。朝の次がキリングバイズですね。牙が鋭い方が勝つ、それがキリングバイズだ。続きましてがギルティクランですね。もうめちゃめちゃ面白いね。エゴイストが生まれるきっかけになったらアニメでございますよ。めちゃめちゃね面白いです。続きましてが、キルラキルですね。これもねトリガーさんのねめちゃめちゃ名作の作品ですよ。続きましてが金色モザイクですね。もう金髪好きにはたまりません、はい、続きましてが、銀河機構隊マジスティックプリンセスですね、はい、これね劇場版の映画まだちょっと見てないんですけど、はい、アニメは見ました。続きましてが銀魂ですね、はい、もうねあの銀魂はもうギャグとかそういうめちゃめちゃ面白いし、そのストーリーごとのボスがちゃんとコンコンコンといて、もうその戦いがもうめちゃめちゃ熱いです。続きましてが筋肉マンですね。まあ、筋肉マンは最初のこうなんだろうヒーローっぽいギャグっぽいなんかところも、まあ軽く知ってるし、まあでもどっちかっていうと俺はそのなんだろうその筋肉性の王子を決める戦いのところがあのちゃんと見てたんですね。それ以外のところはちょっとねいまいち記憶にないです。でラストが銀のサジですね、はい、これもちょっと作者がねまあ、ちょっと病気ということでちょっとなかなか話が進んでいかないんですけど、まあそれをね、2期もやったしもう3期も待ってますんで、ぜひ作者さんも無理しないで頑張っていきましょう。以上がね、38作品だったんですけどね、まあ長いね38作品ということで、めちゃめちゃ疲れたね、立ち疲れたよはい、ではねまだね家業とかあ業を見てかとアギオの方を見てない方はぜひそちらを見ていってください。好きな作品があったらコメント、チャンネル登録とグッドボタンよろしく。ということでバイバーイ。